スラーン戦記、星さん。銀河英雄伝説の田中良樹が作る長編大河小説のコミカライズ作品。作画担当は鋼の錬金術師の中の人。主人公は国家の王子のアルスラーン。つよつよ国家であるはずだった主人公の国に侵略戦争を吹っかけてきた帝国との戦闘において不可思議な現象と内部の裏切りにあって大敗してしまい、クソ強軍人の右腕の武将と共に落ち延びた主人公は、そこから仲間集めをしつつ戦力を整えて、自分の国を奪還するためにクソ激烈に頑張るというシナリオ。ここから、なんで陰謀が起こったのか？とか敵の帝国の内部情勢だったりその国や世界観がどうなっているのか？をゲリラ活動しながら情報収集しつつ仲間集めをするというのが主なシナリオ。銀河英雄伝説を読んでるとこの作家の好みというか癖だったりやりたいこと、似通っている部分が見えてきて面白い。この小説家は主人公に質素倹約で嘘をつかない、耳や深に優しくまっすぐな正直者を選ぶ感じがあるので、それは多数の人族に共感を持ちやすい性格設定なのでベネなので。シナリオも銀河英雄伝説でクソ激烈に面白かったシナリオ時からは健在でこの漫画のシナリオもクソ激烈に面白い。小説読むのはだるいという人族に大変おすすめなクソ面白い長編小説漫画。